ありがとうございました。ではアシスタントはステージに上がってまいります。大きな拍手でお迎えいたします。
ございますので、3名の方に当選でございます。さあではどんどん参りましょう。続いてのスタンドの商品はこちら、勝負のマスコット付きカチューシャでございます。もっと盛り上がってください。1名の方に当選いたしますわよ。では続いては2等の商品でございます。商品はこちら、デザインストリートのキャップ、アンミシャーでございます。上手も確かにかなり反応がいいね。どういうことかしら、まあ、こちらはね、打って変わって守りに入ったデザインのものでございますね。アシスタントどうもありがとう。では最後1等の気になる商品は、じゃあ皆様囲んでいただいて、はい、行きますわよ。1等の商品はこちら、ウッディーズの大柄シャツでございます。これは今の季節にぴったりの商品でございますわよ。こちらは1名の方に当選をいたします。さあ、それでは本日この6つの商品をかけて抽選会を行ってまいります。皆様お手元に抽選チケットはお持ちでしょうか。こちらの番号を確認してくださいね。さあ、また本日ですね、どこかのエリアに当選者が偏らないように、まずはエリアごとに必ずお一人が当選の権利を得るということで、どのエリアに何等の当選の権利があるか今から決めてまいりたいと思います。何度だわ、まもれなく当てるという私の工夫でございますのでね。ではこちらに A から F までのカードがございます。ではそうね、アシスタント雑談が多い真面目に仕事してください。ではそちらのお兄さんが真ん中に来ていただきまして、この中からまずは4等当選の3枚を引いていただきましょう。はい、1枚ずつ引いていただきますが、見るのは一斉にお願いいたしますね。まず1枚、2枚、最後ね、はいはいはい、それでは1枚ずつ発表お願いいたします。まずは B のエリアの皆様、4等当選の権利が与えられました。続きまして C のエリアの皆様でございます。さあ、残す1つは今日で D でございます。 D の皆様が4等当選の権利が与えられました。素晴らしい、ありがとうございます。さあ、それではお戻りいただいて、今 B、C、D の皆様が決まりましたので、続いて3等当選の権利がある方、話が早いわ、優秀なアシスタントの前にお越しください。ではせっかくですので、ここからは皆様にも抽選のドキドキを味わっていただきましょう。こちら3つのカードがございます。それぞれ方向に何があるかは分かりませんわよ。さあ、それではお姉さんには3等のカードを引いていただきます。それでは忖度なしでお願いをいたしますね。それではちゃっちゃとお願いいたします。どうぞ。はい、3等当選のエリアは E の皆様でございます。おめでとうございます。ありがとう。上手のカチューシャが当たるエリアが決まってまいりました。さあ、残すは2等のカードでございますわよ。素晴らしい。さあ、お姉さん、2等が決まるということは何が決まりますか。帽子が当たるんだけど、2等が決まるということは自動的にそう1等も決まるんです。あなたに全てがかかっております。A の皆様、 F の皆様、期待を背負ってお願いいたしますよ。さあ、それでは2等の当選のエリアは、さあ、それは何て書いてますか。 F の皆様が2等当選でございます。ということは A エリアの皆様、1等当選の権利が与えられました。ありがとうございます。さあ、決まってまいりました。ではここからは皆様、番号にご注目をお願いいたします。まずは D、C、D エリアの皆様、4等当選です。で、まずは B、ビートルジュースの B のエリアの皆様から抽選してまいりましょう。じゃあ最初の2さんでていらっしゃい。まずは B の中からどなたが当たるかというのを決めてまいりましょう。抽選カードよくご覧になって、はい、では1枚お願いいたします。番号はどうぞ。62番の方、いらっしゃいますか。おめでとうございます。そのままお待ちになってください。
ピンコンのデエリアでございますわよ。さあ最後のお一人はどなたなのでしょうか。番号をどうぞ。213番の方いらっしゃいますか。あ、おめでとうございます。はい、どうもありがとう。では4等当選なかった方はステージの上までお上がりください。お願いをいたします。62番の方、119番の方、そして213番の方でございます。アシスタント勝利の準備。はい、では番号をどうぞ。256番の方いらっしゃいますか。あ、いらっしゃいました。どうぞ前へお越しくださいませ。ありがとう。じゃあこちらの上部の回収者持ってきてちょうだいな。さあお越しください。遠くからありがとうございますね。こちらの持ってきてちょうだい。はい、それでは番号をどうぞ。282番のお客様いらっしゃいますか。いらっしゃいました。おめでとうございます。ありがとう。さあお姉さんにはこちらのピンクの可愛らしいアビーちゃんのキャップかぶっていただきますのでね。はい、それでは奥の方から出てまいりましたが、あらまあなんともピンクが映えそうな黒いお召し物が素敵じゃございませんか。皆様拍手をお願いいたします。お気をつけになってね、お分かりくださいませ。じゃあせっかくですから、見ていただいたりなんかしてもよろしいですか。はい、おめでとうございます。そして素晴らしい予想になります。どうぞ。はい、それでは番号もどうぞ。41番の方いらっしゃいますか。
お渡し場所を用意しておりますので忘れずにお持ち帰りになってください。さあということで、素晴らしいアシスタントぶりだったじゃないのね。あなたたちどうだった？楽しかった？私のために働けて嬉しかった？もう素晴らしいじゃない。じゃらきぼいは私がお綺麗だった？もう仕事とは関係なかったでございました。さあ、あら、まあこちらに何かまだ残ってる商品があるみたいですよ。じゃあちょっとそれ開けてみてください。何があるのかしら。はい、3つのビデオのリール付きパスケース、こちらは修正アシスタントの皆様にご本人として差し上げたいと思います。さあお待ちくださいね。いやもうね、もう一緒に働いた仲間ですから、お揃いでつけちゃってください。素晴らしい。一時はどうなることかと思いましたが、見事抽選会大盛り上がりでございました。ありがとうございます。SGM の綾野浩司メーカーのこともよろしくお願いいたしますわよ。さあそれでは抽選会の後はこちらのステージで普段は見ることができないユニバーサルパーティーザサウンドで皆様にはお楽しみいただきましょう。皆様この後はごゆっくりお楽しみください。ごきげんよう。